この催しは地元の12の大学の学生が SDGs をテーマに企画制作した商品を販売するものです。会場には学生と自動車部品メーカー東海理化がコラボし、廃棄されるシートベルトの端材を使って作ったバッグや、縫い目が乱れるなどして販売できない手ぬぐいを学生たちがデザインを加え商品化したものなど、自由な発想で生まれ変わったおよそ300点が並んでいます。SDGs にすごい興味があったんですけど、販売することによって他の人にも知ってもらえるいいきっかけになる、なったのではないかなと思っています。この催しは JR 名古屋高島屋で今日から始まった優しい暮らしと彩る小物たちの会場内で来月1日まで開かれています。